はこちらのお店にお邪魔したいと思います。どんな料理が出てくるかな。はい、はい、何のセットは、小さいご飯、はい、おー、はい、本日もご提供いただきました、ありがとうございます。まず一つ目がこちらですね、トマトチキンプラオ。私初めて、プラオっていうのが一体何なのかっていうのがちょっと、ビリヤニとプラオはちょっと違う。プラオだったらあんまりこれは油とかそういうものがない。へー、あんまりこれはマサラの、はい、それがない。へー、それ食べやすい。じゃあ早速いただきます。ね、今ご紹介がありましたけれども、ビリヤニとはちょっと違うんだよっていうことで、はい、私はね、見た目はね、トマトライス、チキンライスですかっていうふうにね、先ほどねお伺いしてしまったんですけども、全然違うお料理でございます。いただきます、いただきます。わかるかな、こうやって卵が焼かれていて、他にもマトンがいます。はい、見た目はトマトライスに見えたけど全然違う。でもね、お味はやっぱりトマトの味が入ってますけど、さっぱりいただける感じ、油な感じが全然ないから、ね、さっぱりいただける感じがする。ご飯もお米も特殊なお米です。うん、こんな感じでナッツとかも入ってる。うん、食感もね、なんかいつも食べるご飯と違う感じがするよ。トマトチキンプラをさっぱりいただける、でもボリュームもしっかりしてる、食べ応えがあるから皆さん非常におすすめでございますね。じゃあ続いてこちらは砦の、以前にもイベントに取材にした行ったことがあったんですけど、バナナポークというですね、豚さんのもつでございます。もつカレー、とても楽しみ。カレーだけまずはいただきます。こんな感じ、もつ、たっぷりもつ。カレーの辛さがやっぱちょっと辛い感じがするけど、ちゃんみは辛いのが大好きなので、ものすごいちょうどいい感じがしますけど、もしかしたら辛い人はちょっと辛いと思うかもしれないですね。でもすっごい美味しい。もつのプリプリな感じとカレーの、なんだろうな、シャパッとした感じっていうか、なんかすごい、あ、うん、なんかもつ煮みたいな感覚でカレーをいただいてる感じ。うん、うん、初めてのもつカレーだわ。そしてこのもつカレー、今回はナンのセットです。ナン、すごいでっかいナン、みんな一回私の顔と比べてみたらわかるかな。じゃーん、こんなに大きいナンがついています。これを、このカレーがめっちゃ美味しいから、辛くて、ま、何にはそれ合いますよね。めっちゃ美味しい。ナンももちもちで、この1枚ペロリと食べられてしまいそうな感じ。辛いのがいいわ、辛いの好きな人めっちゃいいと思う。お野菜がゴロゴロ入ってるので食べ応えが、うん、ある。辛いカレーなのにだってお野菜、ナスとかすごい甘くて、うん、美味しい。そしてこのナンセットにはライス、ライスもついています。うん、ライスも食べちゃおうかなと思います。もう絶対米にさ持つでしょ。ほんと料理だけど和っぽいよね。ライスもおすすめかもしれない。うん、もつに合うわ。サラダもついています。このセットのサラダはこっちのですね、トマトチキンプラオンも同じようにサラダがつくそうです。うん、うん、うん、シャキシャキのお野菜にドレッシング、辛
辛いの食べたからかもしれないけど、すごい甘くてね、いい感じのドレッシングが馴染んでて、すごい美味しい、いいお口直しになる感じ。そしてスジャータさんなんですけれども、こちらのですね、ナン、プレーンのナン、これをチーズナンとかガーリックナンにも変更することがなし。辛いのに合う。以上です。まあでもさ、全メニュードリンクついてて、ラッシー、コーラ、オレンジから選べたりとか、皆さんぜひスジャータさん来てみてください。今日はお忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。あのスジャータさんなんですけれども、ここ牛久のこちらの場所にオープンしたのっていつになるんですか？2020年の10月17日。じゃあコロナが始まってぐらいの時に、じゃここに出店したきっかけっていうのは何だったんですか？フリーのところを探して、お客さん来れば1、2、3段の座りも問題ない、うん、そういう感じで龍ヶ崎から牛久を中心。なるほど、龍ヶ崎からこちらの牛久の方に、まあ、移転されて、2020年の10月17日にオープンされたということなんですね。で、じゃあ牛久の町でこれからも美味しいお料理を、はい、ぜひ提供していただきたいと思います。まあ、6号も近くて車の通りもね多いですしね。そうですよね。なのでぜひこの放送で皆さんに、はい、さらにさらに知っていただきたいなと思いますけれども、あのこちらのスジャータさんのお店の特徴というか、ここがこう魅力だよっていうのも教えてもらえると嬉しいです。いろんなお店ありますけどね、やっぱりスジャータさんらしさというか、やっぱりそのインド料理っていうことで、まあ、あのいろいろ私結構初めてあの食べたお料理が先ほどあって、プラオ、はい、なんですけど、あれっていうのはインド料理。はい、スジャータのこれは食べるお客さんが多い。あ、スジャータさんと言ったらプラオ。スジャータの人間、お客さん何回も回して何回も食べた、3回、4回まで食べたファンになってるんですね。プラオを食べる、じゃあスジャータさんに来たらぜひプラオを、食べてもらいたいなっていう感じですかね。モツのカレーも、はい、いただいたんですけれども、あの鶏根のそのバナナポークっていう、まあお肉の種類というか、なんてブランド牛、ブランド豚なんていうんですか、バナナを食べて育った豚なの、そういうバナナを、あの豚の飼料にして、それを食べて育った。それはじゃあ見つけて、なんていうんですか、興味を持って使うようにしたんですか？実はあのシェフが12月の頭にインドに1ヶ月ほど帰ってたんですよ。はい、はい、お帰りなさい。じゃあ、はい、それで、はい、あの再開したのが1月10日からなんですね。はい、あ、つい最近なんですよ。はいはいはい、でそのシェフがいない間、うん、私がここで、うん、もつ煮をメインにしてお惣菜と日本食で1ヶ月やらせてもらってたんですね。でそれであのもつ煮はもうシェフがインドに帰るっていうのがあの決まった頃からもつ煮を少しずつ入れてたんですよ、うん、メニューに、うんうん、でだんだんもつ煮は定着してきました。はい、ありがたい、うん、でそれで次はもつ煮ではなくてそのもつを引き続き使うもつカレーにしたところみたいな。なるほどね、うん、もうちょっとこれは日本人チョコリーとこれはもうちょっと違うでしょ、うん、まあインド、まあね、カリアさんの中そういう感じ、もちょりこれはインドのスタイルでもちょがチョコリーだったら、もっと美味しいなるじゃ、その感じで、今回新しいメニューの中ひだわり、もちょカリー、もうちょっと野菜、まあ今今日はナスとか、アスタジャガイモとか、あさって、まあね、いろいろ野菜回して、まあこれはお客さんの出したいから、お野菜をミックスして、日替わりで
これからお出ししようかなって思ってます。もちろん夜のメニューで、はいはい、あの持ちカレーっていうのも用意しています。私たちがお店であの使ってるお野菜が無農薬なんですね。はい、あ、無農薬で作って、自分たちで作られてるんです。作ってます。本当にあの、庭っていう庭じゃないですけど、うんうん、本当に自宅で、うんうん、かぼちゃとかぶどうとか、にがうりとか、うん、そういうつるものは全部上に。で、夏野菜もトマト、きゅうり、うんうんうん、ほとんどのものを作って。で、ニンニクも、ニンニクも生姜も、うん、もちろん唐辛子も。あとはほうれん草、つるむらさき、うん、本当にできるだけお家で作ったものを持ってきて、うん、なので本当に水やりと最初の土を作るところから全部こちらがやって、はい、あのモツカレーに入ってたお茄子とかも作られました。茄子、はい、すっごい美味しかったです。はい、じゃあちょっとそういったとこお野菜が美味しいってのも ね、スジャタさんの魅力じゃないかなって私も、はい、あのいただいてて感じました。はい、で辛さも本当ちょうどよくって、あのモツのカレーっていうとなんかどっちかって甘いのかなとか、うん、なんかルーの感じとかもなんかなんか日本のねなんかモツのカレーみたいなイメージしてたのが、うん、このインドのこのカレーとすごくコラボレーションというかうまくマッチしててすごい絶妙で、うん、メニューの裏側にこのお持ち帰りのモツ煮のおは、あのことも書いてありましたけど、はい、今もじゃあ変わらず、うん、今はちょっとモツ煮は、うん、どうしようかなと思ってるんですけど、うんうん、今はそのモツカレーをちょっとお持ち帰りいただけるように、うん、はい、していこうかなと思ってます。じゃあぜひ皆さんにも、うん、私が今日いただいたあのモツカレーを、はい、ね、ぜひ皆さんに、ね、いただきたいなと思います。はい、今後スジャータさんがお店をこういう風にしていきたいなみたいな思いってどんな思いありますか？あの私たちあのもうシェフは日本に来て19年になるんです、ね、うん、はい、で私たちは14年私たちはっていうか私は、うん、あのこのシェフと知り合って14、5年になるんです、うんうん、でその間ずっと2人っていうかずっと一生懸命2人で頑張ってきたんですけど、うんうん、その19年の間に最初の5年間は、うん、シェフもインドから来て福岡だったり東京だったり、結構いろんなところ行かれたんですね、はい、シェフ、うん、東京でも何軒か行ったことがあります、うん、で最終的に私と出会ったのが龍ヶ崎だったんですね。あら、まあ、その話聞きたいけど、まあ、長くなっちゃいそうだからやめときます。ずっと2人で一生懸命やってきたので、うんうん、これからも続けていきたいなって思ってますね。でそのためにはやっぱりシェフがいつも言ってることなんですけど、うん、食べることをおろそかにしてはいけないって言ってます。でやっぱり当然お客様は家族ではありません。でもその家族に食べてもらうつもりで私たちは丁寧にお料理を作って提供して、うん、今週ですかね、今週の金土日から、はい、あのバイキングスタートで、毎週金土日バイキング、はい、まあ、2023円税込み、はい、で、時間とかって11時から2時半までです。うん、2時半までで、はい、でその間の時間は無制限なので、11時に入られた方は2時半までゆっくりどうぞ。皆さんもゆっくり週末過ごしたい方はスジュアタさんでね、もうお昼ご飯いただいて、その後何ちょっとお茶とかもねしてくつろいだりとかもできるということですので、ぜひアミオ TV を見たよっていう方が来てくれた時に何かウキウキハッピーな特典があったら嬉しいなと。何か来れば、聞いたら来れば、今寒い時に来れば、コーヒーとか茶とかサービス出すです。ゆっくりして飲みたいだったら嬉しいな。はい、ありがとうございます。我々も嬉しいです。すいません本当に。はい、これからもスジャータさんよろしくお願いします。じゃあ皆さんよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございました。